ブリャンスク自動車工場は、ロシア、ブリャンスク州ブリャンスクに本拠を置く、軍用車両と貨物自動車の開発と製造を行う企業。1958年、ジルの子会社として設立された、ロシアを代表する軍需産業メーカーの一社である。14トンから40トンの積載能力を持つ、民間向け不正地用トラクターとシャーシの製造も行う。2015年、 防衛産業の国有企業である、アルマズアンティのグループ企業となる。ブリャンスク自動車工場は、ジル -152V1、ジル -152K、ジル -152S 型兵員輸送用トラックや、ジル -485S 入陸両用車、ジル -135 輸送機率発射機などジルの軍用車両を大量生産する目的で、 ベジツキー製鉄所を基礎とした自動車製造を1958年6月4日に設立している。またこの設立は1958年4月17日付のソビエト連邦閣僚会議令第442自動車産業のさらなる発展のための方策について及びブリャンスク地域経済の国民経済評議会の決議に従い。 ベジツキー製鉄所から独立した自動車、製造企業として設立されている。そこで、トラクターの製造が開始されている。1959年8月、ジルから部品供給を受け、走行変員輸送車である、BTR-152 とジル -485、衛48水陸両用車の組み立てが開始される。バズ6 9 0 2から021。 トラクター貫水路から出てきた手前が物資輸送型後方がミサイル搬送型となる S-400 発射体制1961年独自設計となるルーナミサイル用の輸送機律発射トラックバズ -930 を開発1962年にはレバットミサイル用の輸送機律発射トラックジル -135 トラックの製造を開始 1963年には、ルーナミサイル用のジル -135LM トラックの製造を開始しており、この3種類はジルで開発が行われている。また、ブリャンスク自動車工場は1990年代半ばまでジル -135LMP トラックの製造を行っている。このかジル -135 刑務人航空機用輸送機率発射トラックを開発し、 1961年11月7日の赤の広場で行われた戦勝記念日記念パレードで初披露が行われており NATO の軍事関係者を驚かせている。1966年、9 k 3 3フローティング防空ミサイルトラック、バズ -5937、バズ -5939 の製造を開始。 1971年から国防省の要請により、バズ -5937、バズ -5939 を基礎としたフローティング式88の大型トラック6944、6950、5947などの製造が行われる。 1993年からマスマイナス537やマスマイナス543の後継となる S-400 ミサイルを牽引する、砲兵トラクターバズマイナス6 4 0に、弾道ミサイル用大型トラクターバズマイナス6909の製造が行われている。ありがとうございます。